皆さん、こんにちは。今回は、まあ、3三金型早繰り銀をやっていきたいと思います。まあ、先手番なんで、7七金型なんですけど、で、まあ、相手の方は格好感あ、してきましたね。同金で。で、まあ、相手の方、19九ということで、技、ま、気力がわからない、まあ、怖いんですけど、こっちは銀を上がって攻めていきます。で、最近、この3三金型早繰り銀の、 マアマチュアの方が書いてる本があって、それを買って読んだんで、ちょっとより研究が深まったんで、ちょっとその成果を見せていきたいなと思うんですけど、この形はさすがに書いてないんで、これはわからないですけど、まあ、よくとりあえず移動してから歩をついていくか。同歩同銀で。この中住まいみたいな形はさすがに珍しすぎて、まあ、乗ってないというか、まあ、それは乗ってないんですけど、 まあまあまあ、でもそんなに不満はないんじゃないかな。歩を突くと、まあ銀引くの方が普通かな。角、角度角度銀。まあ銀の方が普通か。銀を打ってこの角を狙いに行くぐらいの方が普通ですかね。歩を突くと歩を突かれてただ、そんなに解くかわからんから。銀出ると角を交わされるんで、うーん。どういう感じがいいかな。歩って同銀歩。 うん。それもそんなにか。角打つは同角得で、得かわからんから。でもどんどん攻めていきたいな。逆に攻めないと風ついて桂馬とか使われるの結構嫌なんで。うん。あ、これ風ついて風ついた飛車回って玉頭攻めていくとかあるんかな。あ、なんかそれ面白そうな気がしてきた。やってみよう。そう、玉の小瓶役から怖いけど。 まあこれちょっと次銀出てとかなれば相手の角が狭そうな感じもするんでただまあ銀出ても角の王手があるからすぐ詰むわけではないんですけどこの次歩を突いて位を取っていく感じかなまあ歩を突いてくるのが自然だと思うんですけど一応どっかで銀でああそういうもんなんやええまあ2筋交換できますけどね同歩同飛車でそこで銀引いてってことですかね 銀引いて銀冠の形を作って、あ、金か。えー、なんかすごい危なそうに見えるけど、風とか大丈夫なんかな。同銀同銀同角で、まあ王手やから。まあだから一回玉はやるか。風ついてきたら風を、うおぉ。えー、これは絶対なんかある、あ、これ風が痛いですね、風が。これは風が痛いでしょう。 いや、これは決まったな。同銀同角で、角が金銀両取りで、同銀で、まあ同銀じゃない方が良かったかな、今。まあ角打てば。同銀じゃなくて単に角打った方が良かったかな。これ角なられる筋が一応あるから。まあまあ、さすがにでも、それよりもこっちの方が厳しいんで、これはいいでしょう。いや、攻め決まったな、これは。まあ銀、金、こっちの金取れる方が厳しいから、まあ受けるなら封とか、 何かだと思うんですけどまあかくなって銀取りにすればこれは来たでしょうあふうってきましたねこれはまただまあ銀取れるんでで金上がってきてまあ逃げた手にかくなってくる感じかなまあでも一回は逃げるか逃げてかくなってきたら一、まあ、回銀上がった方がいいのか 難しいところなんですけど、まあ、一回銀上がった方がちょっと安全かな。で、ま、あ風取ってくると思うんですけど、そこで、まあ、銀打ちとか、銀、どこに銀がいいかな。銀逃げて、銀で、桂馬取るとかで、無理やり、行っちゃうのがいいのか。まあ、でも銀まっすぐ逃げられて、銀ここに打つのはちょっとさすがに、ダサいのかな。なんかもうちょっと、 いい感じの手があればいいんですけど、金上がるとただ馬引かれて、その交換は入れといた方がいいのかな金上がって馬引いて、とかの交換は、入れといた方が得なのか、そんなのか。なんか入れといた方がいい。あ、でも、銀打ちとかがあるんか、これ。そうか。金上がったらいいのか。金上がって、こっちに上がって、銀の王手を防ぎつつ、 ま、馬引いてきたら、歩とかついて馬をいじめるかな。馬引いてきたら、歩ついて。で、金寄りとかで、えっと、馬の逃げ道を作ってきたら、を打って桂馬を取りに行く手があるんで、歩をついて、歩をついてい馬に銀を打てば次、相手の馬が積みなんで、で、金を寄ってきたら、歩を打って、桂馬を取りに行く狙いですね。これはいい感じだな。ただ、まあ、なんか、 相手玉がすぐ寄るとかそういうわけじゃないんで、こういうのは油断すると結構危険なんで、油断はできない。これ、歩を打ってくる狙いですね。多分、同歩同飛車で、この馬取りとこう、こっちに聞かしてくる十字飛車の狙いで。ただまあ、歩を打って、歩を取られても歩を打って受けておけばいいのと、 歩を取ってきた瞬間にに銀とかで飛車をいじめに行く手もあるんであ、でも銀とかいじめるとやっぱ飛車浮いてきて馬取りになるからまあフ打って歩取ってきたらフ打って受けておくぐらいでいいかなあーだから一回同玉としてから歩打つみたいな狙いかなるほどまあでもこれも同玉しかないからさすがに玉のそばの桂馬を取られるわけには いかないんでまあふ打ってきたら銀打って飛車いじめに行く感じかな逃げて銀打って逃げてそこでまあ桂馬取っておくぐらいで相手の飛車が使えなくなるんでああ金かわしてああこれは本格的に銀打ちたいけどな、まあ、馬取ってきたら飛車取ってそれは良さそうなんでただまあ飛車逃げるとそこで馬 逃げつつ敵陣に入る感じでまあだから馬取ってくるんかな、まあ、馬取ってでも飛車取ってこの金が不安定というか馬に、ね、狙われているのは気をつけないといけないんですけど、まあ、次桂馬取る手が詰めろになって激痛なんで、まあ、それが残ってるんがかなり大きいんでまあせそうではあるんですけどまあちょっといろいろ角打ちとかは気をつけないといけないですね。 ま角打ってきたらどうしようかな一回桂馬取るかまあ、金銀うん金引く難しいまあ一回桂馬取るか桂馬取って相手がどう受けてくるかちょっと様子を見てまあでも桂馬取った時に結構受け難しいと思うけどな桂馬取ったらでも玉上がってくる感じかでこれ同玉って取ると角が大手金取りになるんで同金ですね でそれでも多分角打ってきてここの金取りと次に銀を原銀を打つ狙いだと思うんですけどっったらもっと過激に来たなるほどまあでも同飛車かな同飛車で角打ってくると思うんですけどそれが詰めろじゃないんでまあ桂馬取れば別にいいんじゃないかなこれは飛車ゃ打って玉逃げて銀の詰めろなんで 何かしら受けてくると思うんですけど、ま、あ一回金の大手とか決めてくるかもしれないですけど、それは玉逃げておいて、まだ大丈夫なんで、うん、玉逃げてくると思うんですけど、ここやな、ここで、どうするか。なんかちょっと変な感じもするけど、時に寄るかな時に寄って、時によ寄りは飛車打ちからの詰めろなんで、ま、あ同玉とかだと思うんですけど、そこで銀打って寄せに行けば、 迷、ま、寄ってるかな同玉に銀を打って上から寄せに行けば。まあ同玉銀打った局面は次角打って逃げて飛車打っていけば罪なんで。うん結構、ああ早逃げか。早逃げ。ただそれは、まあでもそれもあるか。飛車打って逃げて角打って逃げて金取った手が詰めろなんですけど。まあそれで受けにくいんじゃないかな飛車打って。 逃げるしかなくて、角打って、あ、てか、罪まであるあ、罪みはないか。あ、そうか、そっち逃げる手あんのか。それ完全にうっかりした。うーん。ただ、飛車の王手も一回入るからな。まあ、飛車の王手が厳しい、厳しいというか、一回飛車逃げれるから、それを決め手に、桂馬とか一回打った方がいいかな。桂馬逃げて、銀で逃げて、 飛車で<分>ん桂馬で逃げて銀で逃げて飛車で逃げて角なればそれは罪みか桂馬で寄ったりしたらうーん飛車逃げた手が詰めろなんでそれを入れといた方がだから桂馬に逃げたら歩とかで銀で桂馬取った飛車やからみたいな感じでまあ一回ちょっと大手して下に下段に落としていって 決めるところまで決めてこの金を取るみたいな順にしていきたいと思います。逃げる手には銀を打って逃げて飛車と飛車よって負を取って角をなればつみなんでそうですねそこしかないんですけど負を打って同玉の一手に銀を打って逃げてあてかこれつみですねあつみてかそうかそこに逃げられると積まないかな。2> 2分30秒 あれでもこれも罪か。銀、銀を打って、この桂馬取ると飛車を回れば罪なんで、銀には逃げてくるんですけど、飛車寄って、歩を取った手に角をなれば、罪ですね。そうですね。銀を打って、桂馬取ると飛車なんで、ここしかないんですけど、飛車寄って、角な、あ、玉逃げた手に角をなれば、ぴったり、罪ですね。よかった。 まあでも今回はうまく攻めが決まりましたね。そうですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。